えの？悪いの。けどめっちゃ嬉しい。今度あれやわ、なんか返すわ。誕生日ってことで今年はよりでっかく。何笑ってんねん。今のはそのメンタルの話や。にょーんにょんにょーんにょん、わわわん、わんにょん、わん。猫なん？犬なん？違う、さっきからなんなん？ペットだ。前に飼ってみたかったと話していただろ。だから誕生日プレゼントの代わりに。それほんまに言うとんのやったら、さすがのうちでもフォローできへんで。わかってる、私はペットじゃない。でも誕生日はすごく大事なものだ。どうしてもお祝いしたくて。なのにタマはお祝い分貯金せえって言うだろ。だからいっぱい考えて。それでほんでこの気候に至ったと。はあ、猫なんか犬なんか知らんけど飯は食うやろ。今日はあんたのおすすめおごってもらうわ。ああ、おごる、連れて行く。じゃなかった、やばん。せやからどっちやねん。アホ、シーチー。なんやあれは。なんであのちこい丸いカンカン、やだな、キラキラした。リップバームです。その今日誕生日なんですよね、プレゼントにって思って。なんやあんな高かったんちゃうか。ああすみません、スタイリストさんにいいって教えてもらったやつだったんで、つい気にさせちゃいました。いや違うんだ、せやから。うちのためにプレゼントをわざわざ用意してくれたのがマジでめっちゃ嬉しい。けどそれはそれとして、うちなんかのためにあんなええもん買うてええんか、あんなって感じで。今いろんな気持ちになっとんねん。ごめんしてくれんねん。ありがとう。いい反応しますね、たまも先輩。たまちゃん、お誕生日おめでとう。ありがとうな。なんや、一回り大きなったような気すな。ま、なりは変わんなくても肝心は中身よ。稲荷様のようなでっけえ馬娘になれるよ、精進を続けるこったな。うん、なんやなんや、急に姉貴風吹かせよって。実際姉貴だからな。お前さんよりチートばかし誕生日早えだろ。なんや、ほんまにちょっとだけやんけ。そんな、まあ喧嘩はいけませんよ、せっかくのお誕生日なんですから。せやな。そうだな、私もひねたこと言ってないで素直に祝わせてもらおうかい。よしよし、二人とも仲直りできていい子いい子。